ほんまは眠りついみたいですけどね。まあこれでいきますね。おい。さあ。いけるかね。よろしゅう。よろしゅう。行きまくるやん。最初のスキルがバギクロスやったら終わり。バリクロス。これバギクロス以外もあるんですか。なんかさっきはだから危険な感じだったんですよ。これ毒のやつ。大丈夫だったんですけど、まだ目が荒れてる。一応回復投げ結構。あ、伊勢さんも、まあ、いい感じに。あぶねえ。おっとおっとっと、俺ちょっと道具使っちゃった。なるほど。あ、自分の身を犠牲に。あ、だいぶ防げるな、けど、さっきよりは。あ、痛え。痛えよ。死ぬ。痛えよ。死ぬ。待ってくれ。ああ。やばい。ああ、危ない。おお。さあ、原始の祈りしたら解けますから。そうや。もう攻めるしかないな。てかその猛虎破砕剣みたいなところを二手にしてきてよかったんちゃいます。あ、起きた。確かに確かに。起きたね。オッケーオッケー。でスターの眼差し行こうか。あ、これしかも回復しましたね今。でゴッドのさ200回復のやつがそうですよね。ピシャで来てくれる、来てくれれば。今のは違うんですか。なんか投げたの。今のああよくわからない。見てなかった。今のがそうです。今の200回復そうですよね。多分見てなかった。そうかなと思ったんですよ。見てない俺。ダモ見てない。60しか見えへんかと思った。軽くないな。スターの眼差しって何づらいんでした。回復ですね。あの、ホイミの代わりです。で、かつ 30% で素早さも上がるんですよ。いうのを。あ、ちょっと食らうな。大丈夫か。あ、大丈夫か、確かに。若くさんに投げた。どうする？果実か？果実か？果実1個入れるわ。いってカードかな。マジか。自分の曲歌いたいな。いや、こいつ硬いな、結構。アカードや。立ち回ります。攻撃力アップがすぐ切れる。音声できたんですけど、なかなか行くタイミング。回復が追いつかない。音声、多分。またマジクラス来た。いやらしい。でも今呪文一応値上げた分見に、あ、テテさんだけ一上げですね。なんか、なんていうの下げられたんだよ。再生ダウン。しょっぱな食らってたもん、再生。おお、いいね、リベンジ。だから一回ギガ暮らして、リベンジモードで、もう一発ギガ暮らためるぐらいが。やっぱゴッド早いな、周りも。そうですね、回転率全然ちゃうな、はい、やべえ、これ俺あれやわ、全然ないとかなりそう。あー、やらかりやった。最悪。あ、攻撃力上がった。
超リベンジモード。これ通行の惨劇入ったら、もし誰か道具いけたら続く行ってもらっていいですか。あ、じゃあな、行ったら投げますね。あ、これでもう投げる。やめて、あ痛い。ありがとうございます。あ、間入ってたんか。あ、防御解いちゃった。このタイミングでね。案の定。僕結果行きたいんで、回復自分でしてください。オッケーオッケー、任せて。これ横落とせへんかもしれん。そうですよね。ちょっとそろそろ横も、横単発で狙っていってもいいかもしれないです。全然削れてない。いた。まだ癖割りいまいちやったね。あ、右はあれか、横は地割り合いいまいちなんか。そういうこと。落ちる？そういうことや。まだか。あ、左も狙って、最終的に、はい、最終的にビッグバンとかで、そうですね、まあ、まとめて抜けると一番、あ、いい感じですね。っていうかここビッグバンにしたのになんかレッグザに変わってるんやけど、どういうことは。バグかな、バグかもしれないです。ビッグバン通るんやけど、いや、だいぶちょっと落ち着きましたね。いい感じじゃん。うん、落ち着いた。とりあえず真ん中にカーソル合わせて。ちょっと怪人クソ痛いなこれ。そうですね、エテさんも真ん中狙いでいきましょう。一回縦張り直しとくか。こいつでも弾けるから。あ、俺もリベンジモード欲しい。ビッグバン遠い。待ち。いや、まあ、ああ、天竜さん以外やったら多分いいですよ。そんなに。いける。ああ、でも結構いきますね。まあ、斧自体抜群なのが大事。これでビッグバンで。あ、いきまーす。はい。OK! で、これ、ワンチャン沈むやん。そうですね。俺投げれるから。あ、一旦打った方がいいよ。そうですね。ちょっと待って。投げる？しずく。いや、あの、食らってから投げましょう。あ、これで投げましょう。はい。危ない。すげえ偏ったな、今。危ない。マラスさんほとんど食らってなかった。いや、一発も食らってないです。右に3、左に4行きましたから。やば。そんな狙う。一旦ガイアソード持ち込んで。じゃあ再生する前に、バチバチに。そうか。再生する前に抜いちゃえばいいな。まあ、抜けたら抜いてもらってもいいです。ただ、中途、あ、いや、無理ですね。無理ですね。中途半端になるのが一番良くないんで。けど、俺がこれ、再生巻き戻すから、今から。緑で。緑で。俺の猛虎破砕剣、ここで活躍する。ばっちり見とくんで、頼ますよ。唯一の。ドゥーン。ガードする。戻りました。戻りましたかね、そろそろ。実際あるんですか。バグや、バグや。アメリカあたりで。あとで俺報告しとくわ。あの、問い合わせのとこから。カスタマーセンター。これ左右行った方がいいやん。そうですね。まあ、まだいいっすよ。結構ギリギリで大丈夫なんで。ビッグバンプラス。あ、でも左右行ってきましょうか、やっぱり。ビッグバンプラス遠流山で、落ちるんで。落ちるとか抜ける。ほら。そう、突撃の歌が欲しかった、すごい欲しかった。全然違うもん。
僕が突撃の歌やるとき結構暇なとき。また変なところでリベンジモード発動しちゃった。またどうでもいいところでリベンジモード発動しちゃった。遠慮さん置いときたいな、ちょっと。さっきから全然眠り食らってません、ね。いい感じね。いや最初に食らっててよかったですね。後からあれ食らってたら結構辛いですからね。うん、立てたまってる。立てたまってる。これ一回通行一撃飛んできたら猛虎発砲一件挟んでシュールド。あーけどバギクロス早そう。クセ割りたまりそうですけどね。うん、ほら、ちゃうガード張り直し張り直し。どうしようこれ。コンシントツぐらいやと耐えてくれるかな。なんか怖いな。いや耐える。あれやろ。余裕やった。こんなもん。右がちょっと怪しいですけども。そうですね。右がちょっと残り気味ですね。もう一発ぐらい殴れるかもしれない。もう一発殴りますわ。つまりはラッキーマッチです。じゃあ右やってもらって、ビッグバンから、遠流さんで。遠流。真ん中をもう一回続ける。そうですね。真ん中まだ全然余裕あります。全然痛くないな。ルビス探検様々や。よしよしよし。ヘデさん慣れてますほどまだいけるんじゃないですか。もう一発ぐらいは。打っとく、はい、行きましょう行きましょう。オッケーです。じゃあ。いや、意外と硬いな。じゃあ、ネビュラビッグバーン遠流弾でいきます。オッケー。かっこいい。え、それ。あ、やばい。僕の。これは僕のせいじゃないでしょ。早いな、今のは。今のは早かった。かなり早かった。あ、いいっすね。いや、2800。僕が気持ちいいな。雫行きますわ。はい。OK。任した。あと何個あるん？もうない。もう僕ないです。俺もない。リハル君残ってるかな。うー、残ってるかな。うー、ちょ、怖い怖い怖い。オッケーオッケー。でも語らなかった。いい感じでばらけて。よしよしよし。あれっぽいですね。あれっぽいですね。こらこらこら。リハル君ちょっと。自分の手柄にしてる。あ、忘れた。これ逆に言ってない人が言ってるパターンですね。これ。下がらなかった。これと通体っていけるかな。これで？うわあ。投げるわ。俺行く。投げるわ。エテさんしか投げる人がいない。いない。俺が眠っちゃったんで。まだダウン来へん。さっき一発で入ったのに、ね。やる気ないこのガイアソード。気合が足りないんじゃない？見えた見えた。いけるいける全然いける。緊張してきた。あれです、ね、ここに来てフルコンボ手前で緊張するタイプだ。え、これは撮ってるんでしたっけ。ちなみに撮ってる。オッケーオッケー、いいっすね。いい流れや。マヒアどう。大丈夫。だからリベンジモード関係ないところで発動するのやめえや。さっきから全然うまみないリベンジモードになってる。よしよしよし。遠流山たまるのね。たまりました。いや、違う。オッケー。でもうちょい、多分これでいけるか。ちょっと厳しそう。1100？ あと超ビッグバン一発で
お、いけるな。いけそう、いけそう。よし。あ、なんか見届けよう。これ横も全然行ってない。なんで？僕、瞬撃を積んで、で、3コンボって。あ、くっそ。あ、くっそ。あ、これ僕が。なんか、またまたいいとこ持ってったみたいになってる。くそが。意外と超ビッグバンで。せーはー。ノーレスでしたね。うん、やった、完璧や。いや、探検、じゃあそう考えるとやっぱ強いですね。探検が完全に MVP でしょ今。その、うん、結構日本やったらもう回転率が悪いみたいな感じだったんですけど、日本でもいけますね、うんうん、意外と。お眠り中付きやんこれ。あ、それ結構いいっすよ。いいね。ふぅ、 OK。よっしゃ。まあ眠りもかなりマシな感じで2回しかかからんかった、うん、うん。前半のそうですね、まあ、前半だけ痛かったですけど、あれバンド間に合ってなかったらやばかった。え、ノーデスでしたよね、さっきの。ノーデスでした、うん、ノーデス。うわ、クリア、完璧や。